YouTube のチャンネルの登録者に20万人ぐらい減りましたが、大きな影響ありましたか？あ、これ、そうそうそう、僕なんかね、去年から、なんか今年の上半期ぐらいまでで20万人ぐらいチャンネル登録者減ってるんですよ、YouTube って。そう。で、まあ、なんかね、ありがたいことに、前澤さんに続く2位で、なんか、2022年上半期チャンネル登録者が減った、なんか YouTuber トップランキングみたいなのがあって、2位だったらしいんですけど、まあ、ただ減ったところでね、パーセンテージで考えたら 10% も減ってないわけなんですよ。まあ、そう考えると、まあ別にって感じだし、実際に減った人で復活した人って結構いっぱいいまして、なんなら、影響力が大きくなかったら減らないから。だから炎上系の YouTuber とか、もう誰も知らない YouTuber とかが炎上したところで減らないんですよ、登録者って。だから実際に、例えば分かりやすいで言うと、ヒカルさんっていうね、方がいて、なんか最近、ヒカキンさんを抑えてなんかね、なんかインフルエンサーの影響力ランキングでどうやって調べてんだって感じですけど、1位とか出てましたけど、ヒカルさんだって昔ね、5年、4、5年ぐらい前にバリューでしたっけなんかで、の騒動ですごいチャンネル登録者が減って、なんなら登録者もめちゃくちゃ減ったし、2ヶ月経ってからですよ、復活動画みたいなヒカルさんが出した時に、度がね20万件ぐらいついてたらしいんですよ。そんだけやっぱり魅力ある人って妬まれるんでしょうね。だからそれがついたんだけど、でもやっぱり長期的に見るとそういう人って大方成功してるからそうなってるわけで、だから3年とか5年とか長いスパンで考えたら今ヒカルさんもまずギューンってすごい増えてるじゃないですか。って考えると短期的に見て落ち込むのってあんまり良くなくて、多分これ皆さんの人生でも言えるんですよ。短期的に見たらものすごく落ち込んでる時とか絶対あると思いますよ。うん、気分でもそうだし資産でも何でもそうだし仕事でもそうだし、ただ長期的に見て右肩上がりで上がっていけばいいだけなんで、ずっとなんだろう一定で行く意味はあんまりないと思うんですよね。だから僕多分去年の炎上で多分あった一番の、でも僕ね、もともとね、なんかね、チャンネル再生回数が減ってるとか言われてますけど、もともと多くないんですよ、僕実は。Dラボとかニコニコがメインだったら、もともと多くないので、まあ、そんなに気にはならないんですけど、なんだろうな、一番影響があったのなんだろう。一番影響があったのなんだろうな。僕、YouTube で稼いだお金は全部ワインに使ってたんですけど、買えるワインの幅がそのルールからすると減っちゃったっていうことぐらいですかね。一番大きなダメージは。まあ、だからそのルール破っちゃっても最近普通に買っちゃってるんであんま意味がないんですけど。そう、とかかな。あと本ぐらいかな。新しい本が出てないっていう、出版社がひよってて出さないっていうね。もう1年経ってるんだからそろそろ出しなよって思ってるんですけど。はい。